深夜の電車、女性の首、生首を持って電車から降りようとしてるんですよ。もういや、もういや、もう満面の笑み、こっち見てるんです。怖いよ、怖いよ。呪い、オーブ、ポルターガイスト、この世には耳を疑うような話が数多く存在する。あなたはこの恐怖に耐えれるだろうか。本当にあったゾッとする話、正義丸々のゾッとする声合わせ。まあまあいつも、まあまあいいでしょう。2020年もやっていきますよということで、お願いします。お願いします。十何回目だと思いますけれども、はい、ご協力ありがとうございます。ありがとうございます。視聴者さんから送られてきたゾッとする怖い話、はい、3つほどお話ししていこうと思います。よっしゃ、来た、よっしゃ。一つ目のお話です。はい、開かずの間、女性の方なんですけど、はい、はい、よくおばあちゃんの家に行ってた。おばあちゃんの家っていうのが自分で建てたっていうよりは、建てた一軒家を買ったというか、中古物件でね。そうですね、そんな感じで、で一つだけ厳重に固められてて、はいはい、絶対に開けられないようになっている収納スペースが一個あった。おいおい、この女性はいつも通りよく行ってるんですけれども、はいはいはい、まあ、その日はちょっと泊まりに行くことになりまして、その開かずの間っていうのがなんか襖みたいになってると、まあ、それがめっちゃなんか頑丈にロックされてる感じで、まあ、その襖のある部屋で寝ることになったんです。お、はいはい、まあ、でもなんか寝ててなんか急に息苦しくなって目が覚めまして、寝れないから部屋変えようかなみたいな感じで動こうとしたんですけど、ガッと動けないです。あれ、金縛りか。そうです、金縛りにあっていまして、目だけ動かせる状態で左の方を見てみると襖ですよね、その襖、うんうん、その頑丈な襖がスーッと開いたんですよ。もういや、もういや、もう開き出しまして、あ、これまずい、あ、絶対やばいやつ、あって一回目反らしたんです、うん、やっぱ気になるじゃないですか、うん、ゆっくりとこう左の方を見てみたら、うん、その襖にね、おじいさんが正座してるんです。正座、で、そのおじいさんがもう何言ってるかわかんないです。ちょっと距離ありますし、え、お、お、ゆ、おう、おう、ゆう、母音のおう、おう、ゆう、あお、お、うですよね。その母音の動きをしていくと、お、お、うの口の動きが分かった瞬間にゆっくりと襖閉まったんです。で、その安心感でバタッと寝てしまって、うん、朝起きてその話をおばあちゃんにしたと。そしたらおばあちゃんもその話をお母さんから聞いたことがあるということで、さすがにまずいだろう、うん、ということで、まあ、もう本当におじいさんがいたらやばいので、うんうん、開けようってなって、そのお父さんと一緒にその襖を開けることにしました。やっぱ頑丈なんですよ。昨日開いてた風には見えてましたけど、なんだったんだろうって思いつつも、そのいろんなね、ガードを壊して、はいはい、硬いのをバーン開けたんですよ。はいはい、そのバーンって開けたそのちっちゃい、まあ、押し入れみたいな感じですよね。そこに呪う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 、感じでもめちゃくちゃ書かれてる。うわ、下から横からこの上まで全部に書いてあって、うわこれはまずいとなりまして、すぐ霊媒師の方にお祓いして、うん、まあ、そしたらやっぱ買う前の方の、その方孤独死されてたそうで、その押し入れで亡くなったと。うわ、ということで、そこから離れられなくて自爆霊としてそこにいたんではないか。うわ、まあ、だからその時その女性は一人だけ青ざめが止まらなかったんですけど、まあ分かりますよね。あ、お、お、うの口の動き、はい、の、ろ、うと。そうです。やばい、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 やばい。2つ目のお話、はい、はい、深夜の電車。この方も女性なんですけれども、はいはいはい、定時制の高校に通っていたみたいで、ほう、終電で帰ることもたびたびあったみたいで、回収電車に乗ったわけですね、その女性は。はいはい、乗りまして、まあ、終電なんでガラガラじゃないですか、はい、椅子に座ってもう眠かったのでこう寝てたと。寝てると急に前の方からですね、まあ、なんかこう寝てたらこっちからですね、うんうん、こっちから起きてんだろうと、声が聞こえまして、うん、ちょっと怖いのでもうそのままちょっと寝たふりしてよ。するとですね、今度後ろから、うん、死にたくなかったら目閉じろと。え、ちょっと待って、後ろってないもん。え、後ろないんです。え、ないよ。え、いやもう、そこに鳥肌が立って、え、まあでも死にたくないんでもう目閉じておくことにします。あ、そうです、リボンが言った通り後ろ窓です。あ、普通絶対人いないんです、うん、でもその声が聞こえまして、うん、
ずっと目を閉じていると今度また前からですね起きてんだろって。なになになに、もう揺さぶって揺さって触られて、もう吸い込んで触られてるんです。いややばいでしょ、これ本当にまずいと。後ろからね、今度、いや目開けるなと、寝たくりをしておけっていう助言がもうずっと来てる。そしたらギャーッ、もうやばいって、やめようぜそういうの、怖いって。発狂する女性の声が聞こえました。その声でもうパッと目覚めたんです。でも目、誰もいないんですよ。何だったんだろうと思って、でも音は聞こえてるんです。悲鳴と女性が潰されていくような、潰されていく、ギシギシという、複雑な音が聞こえてるわけです。まあでも寝るわけやっぱ怖いんで、一回パーッとそのまま目を開けたわけです、そしたらスーツを着た男性が女性の首、生首を持って電車から降りようとしてるんですよ。その男性が降りたわけですね、で降りて瞬間に後ろパッと見て、よかったな起きてなくて。いやそういうこと、起きてたらそうなってたってこと、その人は起きてた言われて、そうですね、多分起きてた人が亡くなったんですけど、さすがにありえないじゃないですか。ありえない、それは現実じゃない、こんなの。そうなんですよ、だからもう夢なんだろうってもう自分で思いながら、もう家帰ってまた寝たんです、まあ、次の日ですね、また夜定時制ですので学校行きますと、で学校行くと学校がざわついてるんですよ。最寄りのね電車駅で女性が亡くなったらしいと、あれってで、その容姿を聞いていると全く一緒なんですって、この首持たれてた女性と。スーツの男性いなかったんですけど、そんな話はなかったです。なぜならその女性発狂して飛び降りたんですよ。で、引かれたんです。死神みたいなもん。まあ要するにそう、その死神みたいな、で、うとうとしてる間に多分なんか周波数みたいなのがあっちゃって、その体験をしちゃったっていう。でも本当にだから起きちゃってたその子が多分狙われて、亡くなっちゃったんだよね。まあ、この人がいろいろ調べた結果、電車っていうのはそういう自分で亡くなる人多いじゃないですか、そういう人で関係ない人を引き込んで、そっちの世界に連れ込もうとする人っていうのが結構いるらしいです。電車でね。まあでも最後ね、後付けでちょっと和む言葉が書いてあったんですけど、逆にその後ろの方は救ってくれようとしてたんじゃないかっていう。まあそういうのも、目開けるなって言ってるんだよね。そういう方の例、そういう例もいるのかなっていうお話です。ああ、そうか、守護霊かな。じゃあそういう被害者みたいなんじゃない、別であって持ってかれた人。そうああ、好きなんだ、こういうのがあるから助けないみたいな。これ首打たれてた子はそっち側につくかも。そう助けてくれるかもしれないし、逆に怨念が募ってそっち側になる可能性もある。どっちに転ぶか分かんない。評論家ですから。本日最後の話。ここ本屋の女。まあちょっと男性か女性かは分からないんですけど、はい、その方が本屋で体験したお話なんですけれども、まあある本屋さんに行きまして、トイレしたくなったので、まあ、トイレに行くことになりました、まあ、みんなね無意識にやることだと思うんですけど、人間の心理として出口に近い方になるべく行くんですよ、はい、大便も小便もそうなんですけど、で、まあ、その方も一緒で出口に近い方がいいと思って、まあ、なるべく近い空いてるとこ入ろうとしたんですよ、でも1個目が閉まってまして、で2個目は空いていたと、2個目に入るじゃないですか、すると、まあ、埼玉あんまないんですけど東京に多いのが清掃クリーナー。清掃クリーナー、特殊ってやつか、ね、そう、便座を拭くやつ。で、大体こう押すやつだけど、たまに自動のやつだと、それがありまして、まあ、それ一応やろうと思ってこうブイーンってやって、まあ、拭いたわけです。そしたら、まあ、閉まってたじゃないですか、隣の方なのに、まあ、拭き終わったぐらい、その方が拭き終わったぐらいにブイーンって横から聞こえてきたんですよ。開けた形跡もない、流した形跡もないので、まあ、元からいた方じゃないですか。最初はちょっと遅えなぐらいにしか思ってなかった。いや普通入ってすぐやるだろうみたいな、まあそうね、感じでしか思ってなかったんですけど、またウィーンウィーンずっと、定期的にずーっと清掃クリーナーの音がするわけです、で、なんか怖くなってきて、やらないじゃないですかずっとこの、そうね、清掃クリーナー、やばい人かもしれないと思って早めに終えまして、まあ洗面所の方向じゃないですか、そしたら洗面所の、まあ、鏡が大きいなじゃないですか、その鏡越しに1個目のトイレがまあ映ってるわけですよ、そしたらドアがちょっと開いてたんですって。そしたら女性が「みたいな、満面の笑みでこっち見てるんですって、まあ、その方霊感正直ないと。のことだったので、もう霊なのか人なのかどっちなのかもわからない、どちらにしてもやばいやつには変わりないじゃないですか。まあなのでもう怖くなって、その本屋にはもうしばらく行かなくなった。でも一回だけその後に友達が行きたいと言いまして、その本屋に行くことになりました、で付き添いでまさかのねその方トイレに行きたいという、
まあ、しぶしぶそのトイレに行くことになってしまってた、うん、で、そのトイレに行くと、まあまあ、また一番目閉まってたんですね。なんだろうなと、うん、もうちょっと怖いなと思いつつ、まあ、その友人の方は2番目に入りましたので、自分トイレするつもりなかったんですけど、うん、もう体が勝手にその一番目のトイレに行っちゃったんですって。何、気づいたらもう手を伸ばしてバーって開けたんですよ、うん、そしたらもう清掃用具の部屋でトイレじゃないんですか、トイレがなかったんですよ。じゃああの音はその音何だったのかと、うん、逆にもっと不気味になるわけですよ。まあそうだよね。で、まあ掃除用具の部屋だったと分かりまして、はいはいはい、まあそう閉めまして、うん、安心じゃ変ですけど、うん、まあ霊いなかったので、うん、まあそうね、本当にもしかしたらなんか疲れてて見間違いだったのかなと、うん、まあ、霊感があるわけじゃないので、まあそうだよね、そうですね、まあ本当変なもんだったのかなっていうふうに思ってたんですけれども、うん、まあそしたら友達出てきまして、うん、これ何のことって急に聞くわけですね、うん、何がってなるじゃないですか、うんうん、そしたら LINE で、これ何と LINE させてきて、 LINE、 そしたら現在時刻で自分からその彼女、その女性に向かっているよって LINE が送られてたんですよ。え、もちろんスマホ触ってないんですよ。うん、その瞬間にもう背筋がすごいバッともう、そうだよね、鳥が立ちまして、もう反射的に鏡見ちゃったんですって、うん、そしたらやっぱその女性が、笑ってて、しかも逆手で拍手してるんですよ。うわぁ、出た逆手、なんでとかダメよ、いっちゃやめやつ、なんかもう完全に霊でしたという。うわぁ、怖いよ、怖いよ、逆手はやばい、怖いよ、絶対怖いよ。で、まあそれ以来この方はもう行ってないみたいですね、その本屋は。うん、怖くて行けない、行けないよね、うん、その本屋存在するんでしょって、実際に。そうだね、そうじゃないんだよね、あるでしょ、確かに、やばいよね、それが。適当に入った本屋が、いや、そこの方のもそう、メールの内容的に先日ってやってたんですよ。え、じゃあ近い話だよ、近所。だから、逆手されたのはもう先日の話だった。ほやほやだ、うわー、いやー、マジだ、本屋怖っ。でも超タイムリーに、場所知らないですけど、この本屋はまだあれますよと。うわえぐい、本屋行きづら。本屋のトイレには皆さん行かないようにしてください。うわー、まあ2020年一発目ということでね、はい、全部怖いお話で行かせていただきました。最高です。いや、素晴らしかったです。怖かった。送ってくれた視聴者の皆さん、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、これからもバチバチにゾッとする怖い話ガンガン募集していますので、こちらのメールアドレスまで送ってください。お願いします。少しでもゾッとしたチャンネル登録、声を貸してください。お願いします。しないと、僕たちが逆手で拍手してしまいます。いやー、やばい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 、やば